1997年の中日ドラゴンズでは、1997年の中日ドラゴンズにおける動向をまとめる。この年の中日ドラゴンズは、2回目の星の戦日、監督体制の2年目のシーズンであり、名古屋ドームを本拠地とした最初のシーズンである。大型補強などもなく、ドーム元年のこの年は、優勝候補に挙げられたものの、自慢の恐竜打線が開幕から沈黙。 先発陣では2枚看板の一人で、エースの今中真嗣が、左肩痛で投げられず山本正、抑えの先導列に頼る有様で、投手陣も崩壊。それでもチームは6月まで阪神と A クラスを争う、ものの、夏場に入ると、打線の不振などもあり自力優勝が消滅。8月に大きく負け越すと最後は1992年、以来5年ぶりの再開で終了。 投手陣では、最多勝ちの山本がチームを引っ張り、2年目の門倉、県も10勝を挙げる活躍を見せたが、チーム防御率4.33は、リーグ5位に終わった。打撃陣では、新外国人のレオゴメスやタツナミ、カズヨシが打線を引っ張ったほか、星野の大学の後輩である、鳥越祐介も低打率ながら、守備で活躍した。一方で、恐竜打線を経営した。 大宝須明や山崎武史、アロンゾ・パウエルなどが本塁打や打率を大きく落とし、狭い名古屋球場から広い名古屋ドームに本拠地が移転したことで、チーム本塁打が前年の179本から115本へ激減したほか、チーム打率再開、打点、得点リーグ5位、併殺打が、リーグ1位を記録するなど不振に陥った。対戦成績では、巨人、 阪神に14勝13敗、17勝10敗と、勝ち越して、全球団負け越しこそ逃れるものの、優勝のヤクルトには11勝16敗1分で、立ち打ちできず、巨人同様ヤクルト優勝の引き立て役となった。オフに、星野監督は、シーズン終了後4番の大鵬と2番手星野野野、照弘を阪神へ放出し、関川光一。 くじてるよしを獲得するなど戦力を再編。コーチ陣では、星野監督の片腕である、ヘッドコーチの島野育夫は留任したものの、投資コーチの小松達夫や、打撃コーチの柏原淳一などは、成績不振の責任を取らされる形で解任された。年数は、NPB 所属通算年数。年齢は、開幕時編みかけの選手は逆指名による入団。ありがとうございます。